怖っ。ネジラジャングルやめろ。中世で斬首刑されたやつの見せしめに首こう乗せたやつみたいな感じになってる今。書いてもらっていい？それで今回はもし下げた方がいい？いやいいよ別に。本当？それで今回はいやちょっと生首に見えるから生首に見えちゃう。背伸びする？それで今回はまあ元カノに来てもらっててなんて呼べばいい？元カノ1でいいじゃん。来てもらってて1、2年ぐらい前に別れたんだよね。1年ぐらい前に別れてで今回ねあの LINE では普通に話してて視聴者の方から聞かれるから女性関係に関してだからもう来てもらおうと思って来てもらった方が来てもらった方が来てもらった来てもらった方が早いよなっていうことでねあの今回来てもらいました。ということで、まあ、あの普通に差しで話すのもあれだからちょっとキムチキムチ普通にじゃあ差し入れ話すのもあれ今回あのキムチこうねあの使ってキムチあキムチを食べながらあの質問をしていこうっていうね企画でございます。ちょっと僕出してもらっていいですかね。じゃあこれ出してもらっていいですかこれ。最悪ね、お前まず飛ばしたらね。ギャラ半減 ね。いや、は？基本3年に1時間かかるからさ。ちょっと待って、マジで長っ。ちょっと、そういう3年だからじゃあ、じゃあ行きます。うん、おいしい。ごめんなさい、なんかすみません。じゃあ、食べてもらってもいいですか。もう、ガブリガブリ、ガブリつく感じで。ちょ、おいしいやってもらっていいですか。ちょっとあの、指ハート作って見なくてわかるやで。でもおいちーってだんだんこの遠近法に近づいて 3D って感じ。え、今もやっていいの？やってる。おいちーって もうちょっとあのいけいけどこここあ、そう、その感じで顔隠していいんでしょ。顔もモザイクだから。うん、おいちー。あ、なんかねえ、言ったどっちがいい？オレンジと桃。桃？俺桃アレルギーだからよかった。じゃあ乾杯。チアス。ということで、じゃあ久々の再会っていうことで、あのさっきそのインスタグラムで募集したんですよ。あの元カノにあの聞いてほしい質問みたいな。それいくつか質問するからもうやらせなしでガチの答え。はい、1つ目、チュー上手だった。好きだったところと嫌いだったところ。これ答えるやつ。これ答えるやつ。好きだったとこと嫌いだったとこ。うん、好きだったとこは優しかったとこ。うん、どういうところが。あの詳しく一文字一句正確に教えてもらっていいですか。ちょっと誰。でも普通にただ単に優しい。ああ、なんか何かをしてくれたりとか。うん、嫌いだったところは、まあ、そこは別にいい。それ以外いいや。それ以外。パンナコだと一緒にいて一番かっこいいってなった時どんな時ですか。え、これさ、待って、ちょっといい、うん、これ正直な話していいの。うん、正直な話していいよ。
ガチなやつだからもう。18禁も全然関係ない。うん、まああれだったら過去一でしょ。ピールか平気。過去一でしょ。うん。ピーやな。ピーやわ。この前インスタグラム DM 来たのよ。なんで？あの家族そうやって見てますみたいな。見てます。これはなんかピーですね。ピーじゃないバージョン言う。まあ、P じゃないバージョン言ってもらっていいですか。じゃあ車運転してる時、ああ、男性運転できるの結構ポイント高いよね。うん、高いね。過去の彼氏はみんな運転できた？一人だけ。あ、一人だけ。うん、じゃあ60人使って一人だけで。なるほど、なるほど。うん、じゃあ運転がかっこよかったみたいな。混んでる時もね、あの人にぶつけてどかしていくスタイルがかっこよかったみたいな。うん、確かに。うん、え、次ですね。じゃあ直して欲しかったところ、もうちょっと、うん、まあ、メンタルケアなどもろもろ。メンタルケア、うん、という離れてる時の時間。ああ、はいはいはい。忙しい。家がちょっと遠かったからね。あそこら辺に言っちゃいけないんじゃないかな。怖っ。じゃあ次、え、辛いの好きですか。普通です。普通、うん。誰ですか。誰でしょう。じゃあパンナコタの意外な一面。意外な一面。意外な一面、まあ、動画で見てる感じとどう違うかって感じ。動画ではこんな感じだけど、うん、まあ、普段は静か。あ、静か。あ、それよく言われる。え、でもスイッチ入るとうるさいよ。ああ、あ、これも多かった。あの性癖。え、赤ちゃんなだけ。ただなんか別にそんな凝ったことはない。 B だよ。これも結構多くて、コタくんは待ち合わせ時間に遅れてくるタイプですか、それとも5分前に来るタイプですか。ちょうどにいるタイプ。ああ、そうじゃない。ちょうどに、じゃあ来る時にちょうどにいたってこと。うん。うん。大喧嘩の話ない。ないね。これ毎回でもイラッとしたことあった。イラッとしたこと、うん、どういう時だったの。いやでもこれはもうちょっとあれ、仕事との関係の話になるか、別にあれだけど、恋愛対象は、あ、待って、1個ある。イラッとしたこと。イラッっていうか、空気悪いなって思ったことある。いつなんかドライブの後に、うん、なんかトイレ探してってことが。ドライブの後に、なんかその帰り道に、はい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 、でも都会だったからトイレがなかなかなくて、うん、もうどん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 口数減ってきて、もう、ね、それはだってもう俺のしまいにはもう無言みたいな家。それはもう俺の下痢メーターが上がってること掃除にそれ口数減るやろ。まあでもそういうタイプは別にない。喧嘩はなかったね。そもそも喧嘩しないタイプだから俺が。これはもう個人的なね、うん、元カノに対する個人的な質問なんだけど、好きなタイプは。好きなタイプ、うん、はでも大人の人、なんか優しくて。顔だったらどういう顔が好き。性格は大人っぽい感じで、顔だったら、うん、最近は、まあ、三浦春馬さん、ああいう顔が結構好きだけど、うん、爽やかな顔の人が好きかもしれない。次、付き合ってて何が一番良かったですか。一番良かったこと。一番良かったこと、なんか喋んなくても大丈夫なとこ、うん、なんか疲れてたりとか、別になんか喋ることねえなと思った時に、うん、なんか沈黙でも大丈夫、喋ることねえな、やばいか。そう、なんか沈黙でも大丈夫な人だったから、うん、気まずくないって感じね。そう、頑張んなくてよかった。意外と私たちが、視聴者がわからないコタくんの裏、俺の裏の顔みたいな。動画にできることで、動画にできる範囲で言ってもらっていいですか。なんだろう、なんだろうな、コタの裏の顔。裏、食の好み合いましたか。食の好み、あ、でも合ってたんじゃないかな。合ってた。ああ、合ってたっけ。まあでもなんか辛いの時々こうなんか食わせようとするのは本当に死んでくれってずっと思ってた。でも結局食わなかったよね。食わないよね。じゃ次ですね。次、ツンと出るの比率。6対4。6がツン、4が出るかな。でもそれちょうどよくない。まあちょうどよかった、ちょうどよかった。元カノ系はバズらん。かっこいいと思った行動仕草なんですか。めっちゃ王道だけど、友達の時は道路側がっつり歩いてたんだ、ヒロ。付き合った後からはもうさって歩道にこうやってくれるし、 あと荷物とかも持ってくれたりとか、もう些細なこと。好感度ボーンだもんこれ。じゃ次ね、こいつバカだなって思った話。いつも常にちょっと悩め。じゃ一番多かった質問なんですけど、でなんで別れた、なんで振ったんですか、どうして振ったんですか、このこと。じゃ振ってません。一体どういうことですか、それは。あの、振られました。
第一印象、まあ、友達として会った時の第一印象。第一印象でかかった。何が？いやもうなんかちゃんと主語を出して。ごめんごめんごめん。シルエットが身長もだし、あとガタイも良かった。あー肩幅広いな。長い肩幅じゃあ見ねん肩が。確かに肩幅広いね、スポーツやつだから。じゃあ最後、何点ですか彼氏として。彼氏として、うん、彼氏としてでしょ、うん、友達としてじゃないでしょ。あ、じゃあ最初は友達として何点だった。友達としては、まあ、性格も込みで89点ぐらい。おお、11点はどこら辺だ。ダメな部分は、まあ、なんかもうよくわかんない。なんかたまになんか会話が成り立って会話が成り立ってこういうとこかな。うん、こういうとこかもしれない。ちょっとじゃあ付き合ったところの彼氏として何点だったの。もうぶっちゃけで言う、ぶっちゃけで30点